どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。皆さん思ったことないですか？最近実装されたナツルミリアいますよね。そしてまあずーっと強いねリムルビルドラいますよね。この2体比べた時にまあどっちが強いんだみたいなこと思ったことありませんか？リムドラはロック解除、右足水、左足回復変化、2ターン最大 HP1.5 倍スキル進化持ってて、2段階目がロック解除生成に指回復水の攻撃2倍が1ターンで使えると。まあ、もちろんね、リムドラは HP1.5 倍ループも生成ループもできて、指回復水攻撃2倍もあるし、さらに固定生成だから花火とかも効かないっていう強さがあるよね。それに対してナツルミリアに関しては、まあ、そもそも回復エルジ持ってるのも偉いし、回復水の攻撃2倍エンハンス生成ループに、上限70億ダブル吸収6回生成持ってるんで、リムドラと違って上限固定返したりするんですよ。だからどちらともに強い要素があって、結構どっちが強いかとか難しいと思うんですけど、答えは簡単です。どっちも合わせて使えば最強なんだよね。ということで今日はジグンリムル1体なんですが、リムドラナツルミリアループを使って新戦術破壊していこうと思います。普通に毎ターンのように800億から900億ぐらいの火力が出せます。まあ、常に700億以上は出てると思ってもらっていい。そのぐらいぶっ壊れてる火力型遠征です。早速使っていきましょう。まずはリーダーナツルミリアです。バインドスキム潜在にこちら、エアリアル武器、回収型エアリアル武器継承です。はい。でもね、ナツルミリアも10強武器つけて火力枠で扱っていきます。ナツルミリアです。バインドスキム潜在にこちら、カラット武器、7強2個つけてあげて火力出していきます。なんで、ナツルミリアに関してはもう回復エルジとか2ウェイ組んであげたりしてれば余裕で完走しますし、もはや回復エルジだけで常に山賊生命まで完走する火力薬になってくれてます。だから210億の火力と、もう1体の方も常に90億以上、100億くらい出せますので、300ぐらいの火力で殴り続けれると。でリムルね、陰のカゴ水軽減2つに闇軽減に遅延2つつけてあげて、こちら Z 武器継承ですね。もうリムルはみんな大好き最強ぶっ壊れキャラクターで、今回は薄いとリムルで上限解放し続けます。でリムルベルドラです。10強上限解放遅延2つにこちら竜が峰武器つけてあげてます。でリムドラ10強上限解放遅延2つにこちら、リムルベルドラ武器つけてあげてます。はい。なんで当然リムドラに関してもね、副属性まで水属性変換してあげてがっつり火力出し続けれます。まあ、10強積む股間2つに10強持ってるんでね、まあ、倍率エグいんで当然乾燥し続けてくれます。でラストにフレンドの薄いです。10強アシスト無効回復遅延2つにこちらシャードラン武器継承ですね。薄いに関しても、もうリムルの上限解放を利用しながら一生カンストし続けれる。まあ水列組んだらカンスト組まなくても170億ぐらいは出続けます。なんでマジ強くて、今日はリムドラとミリム、間違えた、リ、間違えた、ナツルミリアとリムドラとリムルと薄いを合わせた全員火力特化型最強水属性編成で新戦術破壊していこうと思います。実際に使っていきましょう。さあということで1階層からやっていきましょう。マジで破壊型編成ですね。竜ヶ峰使います。はい。でエアリアル使ってあげて、そしたらカラット武器使いましょう。で1コンボ2回組んでいきます。そしたら薄い変身していきましょう。リムル変身してあげて1コンボ組みます。でリムドラ1段階目使ってあげてリムル使いましょう。そしたらもうみんな行くよ、破壊していきましょう。これだけ回復エルジュ含みながら水無効貫通組むだけです。みんなにナツルミリアとリムドラループのやばさ見てほしい。えぐくないこれ。えぐくないっすかマジで。カンスト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 、やばいよねマジで。でここリムダラ武器使いましょう。リムダラ武器からのリムダラ2段階目使ってあげて、ナツルミリア1段階目使ってあげて、でリムルも使ってあげて、リムル先打ちの方がいいな本当は。でシールド割っていきましょう。いやマジでね、カンストしかしないのよ本当に。ちょっと待って、9コンバやないかい。危ね、ナイス落ちコン。でもこれで、マジやばくないですか本当に火力普通に。でここもリムル必ず使ってあげて、そしたらナツルミリア2段階目使ってあげて、でシールド壊していきましょう。マジ火力バグってんすよね。で回復エルジュクマンクっても別に普通に強くて、回復エルジュクマンクとも水の向こうガンツの火力だけで、結局リムルと薄いが強いんで、リムル薄いのダブルの火力でこんな感じで破壊していけます。はい。そしたら1コンボ組みましょう。1コンボ組んであげてから、
リムドラ1使って軽く削ります。リムドラ1からのリムル使ってあげて、まあ、5年生6号盤面編成なんですけど、序盤はねなんとね6号じゃなくて76になってますね。あのリムルの変身時スキルのおかげで5階層以降から6号になりますが、もうそれでもこんな感じでまず一発殴ってあげてから、そしたらリムドラ2段階目とナツル1段階目使ってあげて倒していきます。これでもう普通に10コンボ組むだけ、もうめんどくさいパズルいりません。これで15コンボ組んであげて、毎回盤面三色陣みたいにできるんで、これで破壊していきます。おい、リムル使い忘れてるやん、俺。嬉しすぎて。編成楽しみすぎてるやん。ごめん。リムル使ってください。絶対リムル打ち合わせるには、まあまあ、リムル打ち合わせるに注意とか言う必要ないわ。普通に。打ち合わせれねえから、普通の人間は。はい、これで無効貫通組んで倒していきましょう。11コンボです。そしたらこのまま突破していきます。 OK、 まあ、リムル打ち忘れんかったらもちろん2パンですし、まあ、打ち忘れても3パンだから安心。さあ3階層です。3階層は薄い使ってワンパンしていきます。まず薄い使いましょう。でリムルからのナツルからのリムドラ使います。はい、もう行く、みんな破壊するよマジで。この程度の敵ね、もうね、この編成の敵じゃないですからね。いきます。ちょ、マジでやばい、さすがに。それはやばい。それはもう下手すぎ。さすがに無理よ。なんで？ちょっと待って。はぁ？逆にこれでやろう。もうこれ。ちょ、俺逆にこのテイク使っていい？ちょ、こっから絶対立ち回りに完璧するからさ、ちょ、このテイクでさ、動画撮らしてほしい。この編成のヤバさにも見えたでしょ、マジで。結局、パズドラって、絶対みんなパズルミスとかするじゃないですか、今みたいに。ね。それでもなお、こんだけ強いって意味がわからんくない？マジで。やっぱね、そういう編成こと評価されるべきなんだよね。マジで。マジでな。結局、立ち回り完璧な時に編成が強いのは当たり前で、ミスったのに、3階層を破壊してしまうのがこのカンスト火力ぶっ壊れ編成なんだよね。意味がわからん、マジで。今の抜いたの、ほんとガチで意味わからん。強すぎるわ。で、リムルからのリムダラからの、ナツルミディア使ってあげて、2パンで倒し切っていきます。マジやべえな、今の。今日一やばいだろ。まあ、今日一やばいのは当たり前か。この動画今日初めて上げるはずだから。ただ、にしても強すぎる。で、あとはもう回復ル組みながら、無効貫通組んであげたら、もうしっかりと乾燥しまくってワンパンして破壊していきます。突破。強すぎて意味がわからん。マジでな。マジでやばいな。で、続きまして、5階層は3ターンだけ耐久しましょう。はい。3ターンだけ耐久して殴っていきます。OK。そしたら、3ターン耐久終わったんで、このままぶん殴っていきます。リムル使ってあげて、リムドラ使ってあげて、ナツルミディア使いましょう。でしっかりと無効完全力含みながら回復エルジ組んでいきます。はい、これで無効完全力回復エルジ組んであげて11コンボです。もうこれで火力エグいんでしっかりと削っていきましょう。 OK。 そしたらもう一発全力殴りで倒していきます。リムルからのリムドラからのナツルミディア使ってあげて、これで破壊していきましょう。倒し切ります。はい、回復エルジュ含みながらの水無効貫通組んであげて12コンボです。もうこれで回復エルジュの力しっかり利用しながら2パンで倒し切っていけます。突破。相手が貴族生だろうとこんな感じでもうね、火力エグすぎるんで普通に破壊できます。はい、そしたら6階層です。もうこいつは2から3ターン突破なんだけど、まあ2ターンで倒し切れるでしょう。まあ、リムル使います。はい。で、からのリムダラ使ってあげて、ナスルミディア使いましょう。もう一回みんなにアピールしてんだけど、もう一回言います。火力がやばい。マジで。とにかく火力やね、この編成は。マジで、脳死火力編成って言っていいと思う。火力がとにかく一生高い編成って感じかな。もうこれで、水無効貫通含みながら、回復エルジ組んであげて、12コンボ。そしたらもうこんな感じで、この火力でここまで持っていけます。一撃でね。一撃でここまでいけるからね。で、あとは、リムルからの、リムドラからのナツルミディア使って、もう一発破壊していきましょう。リムルでダブル上限解放を、
まあリムルが強いのはもちろんなんやけどね。ただ編成もやっぱ強いっすね。でもリムルが強いとか今更言ってても仕方ないもんな、当たり前だから。はい、これで回復エルチプラス水無効貫通組んであげて、12コンボ13コンボでさあもちろん倒していきましょう。ちなみに水列組むとこんな感じで完全完走になります。水列めちゃくちゃ強いんでおすすめです。誰が水列持ってる？あ、4列か、これか。そしたら7階層です。こいつも薄い使ってなんと2ターン突破できるんで、ちょっと見ててみんな、やばくない？2ターン突破だよ。で薄い先打ちね、絶対上限解放70億にしたいんで。でリムダラ使ってあげてナツルミリア使えます。みんなマジ見ててくれ。今見てくれてるんだけどね、ちょっともう一回ちゃんと見ていきます。これ回復エルジュプラス水無効貫通、水入れ組んであげて10コンボです。いきます、11コンボ。これが水属性最強の力、一撃で超根性。だからこの木属性で本来めんどくさい小竜祭が薄いの属性変化を利用したまま2パンできちゃうんですよ。当然リムルからの、リムドラからのナツルミリア使ってあげて、こんなん楽勝よ。ポンって殴るだけ。もう押してあげたら死にます。はい、これで水無効貫通回復エルジで2パンしていきましょう。もうこの火力でゴリ寄せるわけよね、だから強いの。そしたらこれで倒していきましょう。さあ続きまして8階層です。8階層は、まあ、ちょっと一応リーダーのナツルミリアを温存して殴ってみましょうか。運が良かったらワンパンで倒しきれるんで、一応運が良かったらね。はい、リムドラからのリムル使ってあげて、回復エルジと水無効貫通組んで、まずはシールド壊していきましょう。もうシールドは楽々壊していきます。まあそれはね、あのさっきのね、昇竜祭とかワンパンできる火力持ってる時点でもうシールドなんて楽勝で削れます。防御ゼロなんでね。そしたらここもリムルからのリムダラ使ってあげて、もう一発削りましょう。そう、一応ナツルミリアは基本的にはループ運用してればいいんですけど、一応ループしなくても強いよっていう話もあります。回復エルジュ無効貫通組んであげて、11コンボでシールド壊していきましょう。あと指が12秒固定なんで、ナツルミリアってこれが地味にめっちゃでかいですね。指固定のおかげで快適に立ち回れる。リムダラのターンを調整したりする必要ないのがでかいよね。はい、そしたらここはどうでしょうか。ちょっと微妙ですが、まあ行ってみましょう。リムルからの、まあリムダラ使ってあげて、でナツルミリア使いましょう。まあいけるでしょう。いきます。とワンパンチャレンジやってみたいんで。やばい、結構強い。危な。回避ケールジプラス水無効貫通組んであげて、どうでしょうか。パズルミスはしたけど、あ、まあ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 、お、水属性吸収だけはやめろバカ。うっそ、やられた、こいつ。舐めやがって俺のこと。さあ舐めやがって織姫が。これでしっかりと破壊していきましょう。この書き方したらワンパンできるからね。倒していきましょう。さあ続きましてボス1です。ボス1に関してはあえてリムル使わずに、まあ、リムルとリムダラだけで殴りましょうか。うん、いやマジでね、ナツルミリアのスキルターンはね、もうあの 100% 使わなきゃダメなわけじゃないんで、こういう場合はね調整しよう。はい、これで殴ります。 OK、 いきましょう。水無効貫通含みながらの回復音消し組んであげて、はい、こんな感じでしっかり HP 回復しながら11コンボ組みます。でこれで一発まずは殴り 40% ぐらい削れたらいいかな。え、なんで OK、 さあ倒していきましょう。ということでラストボス階層です。ボス階層に関してはまずもう3番で半分まで削っていきます。はい、リムルからの、リムドラからのナツルミリア使いましょう。ちょっとね、さっきね、ミスってね、ルーレット食らっちゃってますけど、全然あの、1ターン耐久するだけなんで、何にもうざくないですね。あの、9階層でね。でも、ここは回避ケールジ含みながら殴っていきましょう。いきます。
これで回復エルジュ含みながら水無効貫通組んであげて、さあもう一撃でゴリゴリ削っていきます。はい、もうゴリゴリにいきましょう。弱冠エンハンスに返してももうすぐに返せます。はい、ここでリムルからのリムドラからのナツルミディア使ってあげて、オスに返しちゃいましょう。いきます。水水ね、よいしょ、こうね、完璧。これで水無効貫通含む水裂組んであげて11コンボです。もうこれは本当に一番火力高いんでゴリゴリに削っていきましょう。そしたらリムルからのリムドラからのナツルミディア使ってあげて、この遠征全員無効貫持ってんのか。あ、フレンド持ってるもんね。やば、全員持ってるから無効貫火力えぐいな。水水水水ね、もう全水ね、いきます。簡単なんよね。だから結局チョークライム食らってもさ、めっちゃストレス少なくて、全部水だから基本的に。これがね、意外とねうざいんだよね。回避エルジュ含みながらの水無効貫通組んであげて11コンボです。12、13、14。さあこれでまたしても回避エルジュ含みながら全力で削って、余裕で3パンで半分まで持っていきます。余裕です、マジで強すぎるんで。で回避エルジュでしっかり耐久、オッケー、受け切りましょう。こんな感じ。そしたら半分時ですね。半分時はナツル1段階目絶対に使うんですけども、まあ、リムルからのリムドラからのナツル1段階目使って絶対回復エンハンス発動してあげます。これ補えるのめっちゃいいっすね。で、まあでもせっかくならちょっと削りましょうよ。別にね、削っておいて損はないですから。はい、これで回復、あ、待って、あ、L 字組むの忘れた。やべえ。え、これ耐えれる ?L 字組むの忘れたよ。え、耐えれる。強すぎ。マジで危な。編成弱かったら負けてた。けど編成強いから全然 OK。編成が強すぎる、マジで。なんやこれ。そしたら落ち着いて、冷静に L 字組んでいきましょう。はい。これさすがに次は耐えれないので。こんな感じで。アシスト無効回復しながら回復エルジュも組んであげて一発耐久していきます。ちょっとミスって危なかったんですけど、これでしっかりと HP 全回復して、しかもちょっと削っていきましょう。オッケー、そしたらしっかりここも耐久でリムルからのリムドラからのナツルミリア1段階目使います。で無効貫つなぐりで削っていきましょう。いきます。これで回復エルジュ含みながらの無効貫通組んであげて12コンボです。このまましっかりと一発削ってあげてから、そしたらラストいきましょう。あ、万が一 10% 発狂入る場合はナツルミリア使えば大丈夫ですし、ちゃんと立ち回り通りやれてれば 10% 発狂は絶対に入りません。で今回みたいに入った場合もしっかりナツルミリア2段階目合わせるように今調整してましたので、そしたらもうリムルからのリムドラからの、まあ、ちょっとおまけで薄い使ってあげてナツルミリア使って破壊していきましょう。いきます。さあ、ということで今回ですね、リムドラループとナツルミリアを合わせた編成で新戦場を攻略する動画でした。いかがでしょうか。この二人の組み合わせえぐいっすね。どっちが強いかじゃなくて、一番強いのはどっちも使うことでした。ジグン、リムル一体にも関わらずこの性能出せるのえぐいので、ぜひ組める人は使ってみてください。じゃあチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。